ちに波紋が広がりつつあった筒井五輪が使える稲山大義氏は抵抗勢力野本派に属している。ズバリ聞きたいんですけど、はい、結局21世紀国政研究会っていうのは泉派の別団体じゃないんですか。いや違います。大沢ですか。いや派閥じゃありません。何ですか。超派閥ですよ、ね、派閥を超えた純粋な政策集団とか。しかし稲山は泉総理に近い大沢大義氏とともに新派閥を立ち上げたのだ。おはようございます。おはようございます。大義氏かっこよく映ってます。あれ健太、大義氏お前一人でテレビ局やったんか。あ、大義氏テレビは青沢が一人で行ってるから。ダメですよ、青沢先生一人に美味しいとこばっか持ってかしちゃ。光って映るんだろ。顔と名前売らなきゃ。視聴率 1% って100万人見てるんですよ。じゃあ 10% で1000万人が見てるってこと。選挙区でも見てるんですから。必ず投票してくれるんならいいんだけどな。顔が売れてりゃ強いんですから。そうだな。派閥にこだわられるけどよく聞いてくださいよ。つまり派閥を超越した場所、その場所がスタートです。温室育ちのボンボンどもは野本元総理、抵抗勢力のドン。しかし私の野心というのは本当に国民のための政治をすることなんです。でもね、もしですよ泉総理の改革がうまくいかなかったら派閥から離れようとしてませんか。私はすみません、お話中ちょっと失礼します。ただいまニュースが入りました。東京地検特捜部は佐藤川財務大臣の秘書官を逮捕しました。ゼネコン大手大臣の秘書官が逮捕。公共事業発注に伴い約1億円の賄賂を受け取っていたとして受託収賄容疑で逮捕されました。大臣、浅見建設から賄賂を受け取ったんですか。みんな忘れてしまいましたよ。佐藤川大臣はそのひょうひょうとした人柄から田坂舞子大臣とともに泉内閣の人気を支える一人です。その佐藤川大臣の秘書官が逮捕されるという前代未聞の出来事は泉内閣の行く末にどんな影響を与えるのでしょうか。こりゃ永田町直下型地震だ。佐藤川大臣の受託収賄疑惑に臨時国会は揺れた。私ね、昨日テレビ見てて久しぶりにびっくりしました。佐藤川大臣、秘書がやったことですって。今時そんな言い訳通用せへんで。野党は予算委員会の席で佐藤川大臣と任命権者である泉総理を責め立てた。昨日の新聞を読みはりました。秘書官が言うとりましたやろ。個人的人のために勝って後で返したと。大臣は関係ない。予算は全ての国政に関わるとの理由から予算委員会ではこういった問題も取り上げられるのである。梅本晴美君。総理お答え願います。佐藤川財務大臣を罷免なさるおつもりはありませんか。泉内閣総理大臣。考えておりません。今捜査継続中です。その状況を見ます。梅本晴美君。あのね、そんなこと言うてる場合ちゃうでしょ。ちゃんと答えてください。たくうるさい女がな。まだあの質問時間あんの。総理、相談しないで自分の言葉で答えてください。任命権者でしょうが。相談なんかしてねえよ。つらみたくねえ。あの女。総理。野本先生サイドのリーク。そうだろう。野本さんの情報も半端じゃない。ほとんどの国会議員のケツの穴の大きさまで知ってる。またうちの代議士や青沢先生が狙われる可能性もあるんだ。叩けば出るんじゃない。埃が一つもないやつなんて永田町にいないよ。それって仕事してないことじゃん。泉総理がどう出るか楽しみだな。だけど泉総理の足を引っ張るのに現職の大臣ターゲットにするかね。はい。ちゃんとバレだ。
野本先生、泉内閣を本気で潰す気なんだな。だろうな。うまいぞ。泉総理の考えが知りたい。ああ、コンタクト取れるんだろ。多忙で会えない。おい、時間作ってさ。稲山、黙ってこい。話は後だ。うん。総理の秘書官は何と。手塚秘書官は何にも分かんない。総理が一切相談しないらしいんだ。30年以上の付き合いじゃないの。総理を含め大臣に仕える秘書は秘書官と呼ばれる。うちの代議士が21世紀国政研究会立ち上げた本当の理由教えようか。お待たせしました。一話ください。あ、同じく一話。2000円ずつね。はい。あ、割り立て替えといて。ダメ。金の貸し借りはしない約束だろう。いいじゃないか、2000円ぐらい。ダメ。2000円ハーフ。ハーフ。うん、うちの第二子初当選以来ずっと泉派で泉先生を支え続けてきた。泉先生の信頼も厚かった。この前の総裁選も誰よりも動き回った。よく知ってるよ。ある筋からは財務大臣だぜきっと、なんていう声も聞こえてきた。あら、当選3回だからな。いきなり財務大臣はないと俺は思ってたけど、代議士はその気になってたんだよね。俺を財務大臣にしとけばこんなことにならなかったんだなんて思ってんじゃないかな。入閣できなかった理由は。自分に似たやつってさ、あんまり好きになれないってことない。泉総理と青沢先生似てるか。稲山先生とは性格正反対だよな。から気が合うんだ、大沢先生と。あのね、俺こっちのこと大好きなの。あなた、どういう感じ。どういう、身も心も。やめろ。おじさん、仕事何やってんの。君ね、年上と話すときはね。さあ、やってまいりました、職業当てクエイ。さあ、何でしょうか。あ、テレビ出てるでしょう。本当にドキドキ。タレントだ。近い近い。タレントとマネージャーじゃないの。あーブブブブ。じゃあ、タレント事務所の社長さんとマネージャー。はい、近づきました。マネージャーじゃないよ。あ、思い出した、国会議員だ。はい、ピンパンピンパンピンパン。じゃあおじさん秘書なんだ。おさま、帰るぞ。いや、おじさんの方がじゃ偉いの。俺たちは同じ選挙で当選して、当選回数も同じ同期なんだ。興味ないなら聞くな。あー、もう難しいんだ話が。はいはい、正解。はい、これやりましょう、これやりましょう。はい、もう一回じゃあ。見て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 。君ね、おっぱい見えてるよ。見せてるの。いいんですか、国会議員がそんな店行って。青沢偉いよな。ほっとどこ行っても楽しいもんな。あいつ1キロベロッと食べたもんな。ステーキっすか。俺も肉好きだけど800でギブアップ。うまかったんですか。あ、うまかった。これお願いします。フランクフルト。これなんだ。俺の飯です。飯代ぐらい自分で払え。給料もらってないんですよ。立て替える金あんだからいいだろう。せこい男。はあ、ただいま。おかえり。ゴリンちゃん、ゴリンちゃん、大変大変。なになになに。うちさ、破産しちゃうよ。なんだよ急に。ちょっと見てよ家計簿。健太くん、最初はね遠慮がちだったのに、最近どん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 ずうずうしくなってきちゃってね。今日だって朝からねお肉が食べたいって。食わしてやりゃいいじゃないの。あいつもなかなか永田町の住人らしくなってきたってことよ。でもさ、豚肉出したらさ不満そうだったの。
牛食わしてやればいいじゃない、牛を。五輪ちゃんのお給料っていくらだっけ。まあそこはなんとかやりくりしてさ、俺の小遣いもあげてくれると嬉しいんだけど。ハニー、うん、ハニー妊娠中なのに積極的だね。あ、ちょっとちょっとちょっと、あこんなに入ってんじゃない。それはだって事務所のお金だもん。こっち見てよこっち、ほら。公設秘書の給料は法律で決められているが、施設秘書の給料は事務所によって違う。稲山事務所は安い。こっちは政治に使うお金だけど、こっちは生活に使うお金なんだから。大臣、大臣一言お願いします。予算委員会の審議ストップしたようですが。まったく与党も野党も何考えてんだか。今の日本がどうなってんのか分かってんのかしら。大臣は今回の佐藤川財務大臣の受託収賄疑惑についてどう思われますか。あんまりね、現職の大臣にこういう疑惑があること。田坂先生今日も吠えてますね。あれテレビジャパンの記者だっけ。身のキャパを証明していただきたいと思いますね。そして早急に。しばらく女禁止ですよ。マスコミ関係なんてとんでもない。あのな、そういうんじゃない。じゃあどういうつもりですか。審議がストップしているようですが、市民党としてはどうなさるおつもりでしょうか。これから野党4党で話し合いますが、私は内閣不信任案の提出を提案するつもりです。内閣不信任案？じゃあ解散総選挙になるんですか。まあそれはないでしょう。なんでですか。健太、衆議院の定数は800人ぐらいですか。バカね。じゃあ何人だ。江崎さん、正解よ。自分も知らねえじゃん。ど忘れしたの。鈴子先輩、殴っていいですかこいつ。衆議院の定数は480だよ。ちゃんと勉強してちょうだい。すいません。480の過半数は241。あ、計算はできるんだ。先輩苦手っすか。実際には議長が採決に加わらないから240が過半数、野党は無所属入れても200。でも与党から40人が賛成に回ったら可決しちゃいますよね。うん、計算上はそうだけどね。でも誰が賛成する。連立している公正党も保守党も解散はしたくない。どうしてですか。泉総理の人気で民事党が独り勝ちするのはもう目に見えてるから。じゃあなんで野党はそんな可決の見込みもない不信任案なんか出すんですか。パフォーマンスだよ、パフォーマンス。国民に向けてね。なるほど。あんた本当に分かってんの。先輩には。代議士、佐藤川大臣の処遇はどうなるんですか。あ、泉総理が判断するだろう。21世紀国政研究会はどういう立場を取るんですか。青さんは今日中に泉総理に会うことになっている。その結果待ちだ。あ、今日ここにしよう。ここいいですね。大義士、青さは泉大臣の結果待ちなんだし。だったら今日はお家に帰って召し上がったらいかがですか。奥さん台湾に行っていないんだ。またワン先生の占いですか。ああ、一人で食べるのは寂しくない。高柳さん、私は結構です。高柳さん独身なのか。本人に直接聞いてみれば。殺されるから。ここにしましょう。ピートロうまそうですね。いいけど割り勘だよ。そうですか、わかりました。また電話します。こんばんは、テレビジャパンの寺島です。少しお時間よろしいでしょうか。君一人なの。はい。じゃあ今日は冷えるし部屋で話しようか。本当ですか。夜回りの取材に来る記者を家に上げる議員が珍しくない。もちろん下心などあるはずがない。帰っていいぞ。なんだ。くそ、生意気です。どうぞどうぞ。よろしいんですか。すいません、先生にそんな。
気にしない気にしない。あの奥様は？え？稲山先生独身なんですか？まあそんな感じ。すいません。早速ですけど、今回の佐藤川大臣の事件についてお伺いしたいんですが。困ったもんだね、佐藤川先生も。健太のやつ、ちょっと失礼。ただいま。お前どうしたの？したら婦人会の集まりだったんです。すっかり忘れてて。どうしたの？いや、あの、こんばんは、お邪魔してます。こんばんは。テレビジャパン政治部の寺島です。あら、記者の方なんですか？はい。下の名前忍って言うんじゃありません？いえ、智子です。月二つの。旦那様、忍さんって心当たりありません？またワン先生に何か言われたの？旦那様が忍さんに心乱されるって。占いですか？そうなの、よく当たるの。どこですか、教えてください。教え、なんか、あ、旦那様、荷物お願いな。おう、どういう状況？泉総理は早々に引き上げた。インタビューは？取れなかった。機嫌悪かったよ。なんで残ってんの？青沢議員が一人で残ってる。なんで？青沢先生、一言よろしいですか？失望しましたよ。失望と言いますと？佐藤川大臣のことに決まってるでしょう。私はね、首を切るべきだと申し上げた。改革を標榜なさる泉総理なら、ここは毅然とした態度で臨まれるべきだと。泉総理の答えは？のらりくらり、曖昧です。そんな態度で国会が乗り切れますか？構造改革ができますか？そんなことじゃ野党に任せた方がいいんだ。構造改革も予算編成も。あなた、もう一言お願いします。早晩野党は内閣不信任案を出すでしょう。その時私は賛成します。間違いないですね。間違いありません。ちゃんと書いてくださいよ。いや、もう行きましょう。青沢議員は？あの、申し訳ございません、居場所が分かりません。どうなってんだよ。あの、何かの間違いだと思いますんで。ゆきちゃん、ゆきちゃん、ちょっと、あの、まもなく連絡が入る。おい、何だよ。何だよ。青沢が見つからなくて収拾つかねえんだよ。今うちの代議士と会ってる。え？お、ゆき、もう代議士勘弁してくださいよ。犬山、ゆき、ゴリンちゃん、俺は突っ走るぞ。あ？突っ走る？武士に二言はない。言ったことは取り消さない。お前武士じゃないだろ、政治家だろ。ちょっと待て、取り消さないって？内閣不信任決議案の成立に全力を尽くす。バカなこと言わないでください。お前は黙ってろ。泉総理が誕生した時のことを思い出してみろ。派閥の力学はぶっ壊された。壊したのは世論だ。世論の後押しがあれば今度だって流れを引き寄せられる。21世紀国政研究会は寄り合い状態だ。金やポストで縛ってる派閥じゃないんだ。一番岩でまとまるわけないじゃないか。だったら金やポストで縛ればいいじゃないか。ああ、いいタイミングだ。ユキ、
いや。鴨山さん。おい稲山さん。野党第一党党首鴨山牧雄である。どうぞ。すいません、こんな格好で。私は賛成できません。野党と結託して党を割るなんて。今は民事党だ内党だって言ってる時代じゃない。今こそ政界再編のチャンスなんだ。実現性は薄いです。21世紀国政研究会は現在41人だ。全員が賛成に回れば野党と合わせて241人、不信任案が成立する。今日5人脱会届を出しました。青沢先生にはついていけないそうです。大丈夫、賛成する無所属の議員もいる。しかしですね、高柳さんも知ってるだろう、永田町の連中は勝ち馬に乗るのが大好きだ。我々が一致結束すれば雪崩現象が必ず起きる。成立したら解散総選挙ってことですよね。当然そうなる。選挙は鴨山先生と共に戦う。主民党に移るんですか。いや、主民党の中にも支給派がいる。鴨山先生はそれを切り捨て新党を作る。鴨山新党じゃ勝てません、泉総理がいないと。鴨山先生は何度も密かに会って党を割るよう説得している。泉総理よね。泉鴨山新党ですか。我々が不信任案を成立する力を見せつければ泉総理を動かせる。泉総理って現職の総理で民事党党首ですよ。党を割るなんてこと。野本派に縛られずに改革を進められる。泉総理が党を割るとすればそういうことだ。鴨山先生は俺に国土交通大臣のポストを約束してくれた。大臣です。稲山一郎をお通してくれ。やめてくださいよ代議士。俺からもお願いします。俺代議士を大事にしたいんです。なんで。日本のために働いてほしいんだ。俺からもお願いします。これなんだかな。私は稲山一郎についていきますよ。頑張りましょう。江崎さん、ありがとう。高柳さんは考えさせてください。今まで一緒にやってきた仲じゃないですか。私が大秘の政策秘書として協力させていただいたのは政策面での考え方が一致してたからです。政権与党にいるからこそ政策を作る意義が。取るよ、政権取るよ。そのために頑張るんです。考えます。ダメですよ、そんな情に訴えられても困ります。高柳さん、私は、いや、大西もゴリちゃんも高柳さんのことを信頼してここまでやってきた。だから大西は鴨山党首がポストを約束したことまで話した。何がおっしゃりたいんですか。考えるのは構わない。でも早瀬さんや野本先生に相談はしないでほしい。人をスパイみたいに言わないでください。健太は車の中で待機してる時の食べ物代出してくれますか。出すよ。代議士と一緒に食べに行く時はおごってくれますか。おごるおごる。じゃあいいです。鈴子は考えます。考えることはないだろう。まあいい、考えてくれ。はい。ただし秘書の日は秘密の日。いいね。分かってますって。ねえどう思う。私も考えなきゃいけないんだよね。選挙の手伝い大変そうでしょ。それで当選したらいいけどさ、落選したら超悲惨だよ。地元の事務所で働くか、惜しくはクビ。いやー、うちの先生岩手なんだよね。やだよそんな岩手で働くなんて。でもうちの先生危なそうだしな。うちもそろそろ他の就職口見つけた方がいいかな。マサ、明日の就職より今日は合コンでしょ。だよね。ね。考えるのは構わない。でも早瀬さんや野本先生に相談はしないでほしい。はい。ああ、野本の秘書の早瀬です。はあ、
マジで突っ走るんだ。だから一つ21世紀国政研究会を応援する記事書いてよ。ジャーナリストは不偏不党だよ、五輪ちゃん。この前頼まれたテディベア手に入った。世界中に提案してんのにな、近々手に入るって。分かったよ。ちょっと失礼。もしもし。あ、スズ子。悲しい。これぐらい我慢我慢。なんでこんな格好しなきゃいけないんですか。新議案可決のためには41人の結束を固めなきゃいけない。そのためには実弾が必要だ。だけど稲山事務所の弾薬庫にはない。だから地元後援会から補給してもらうしかない。後援会長とはね、この前の一件があって絶縁状態だから、なんとか関係を修復してさ。え、冗談じゃない、まあ、あんなやつじゃ頭下げないぞ。大義士、なんでそんな子供じみたこと言ってるんですか。大義士のお気持ちも晴らしますから。これ食っていいですか。はい、売るほどある、死ぬまで食え。もしかしてこの格好。野村会長好きなんだよ、すずちゃんみたいな和風美人。和風？めちゃめちゃ目つり上がってるじゃないですか。いや、すずちゃん、笑顔笑顔。こういうの女がやるのおかしいです。男女差別です。俺やりてえな。黙っておしゃくすればいいんだから。いいや。すず子、おしゃく。失礼します。なんでいつもやっちゃうんだろう。先生とは銀座以来ですな。会長、なんとか今まで通りの支援をお願いします。稲山先生、盗っ人に追い線って言葉ご存知ですよね。まさか稲山大先生のお坊ちゃんが改革派にくら替えして公共事業を見直し、地方を切り捨て、これじゃ盗っ人どころか人殺しに追い線だ。もう建設業界は先生を応援できませんな。大義士の立場を分かってください。公共事業は守ります。地元を見捨てたりはいたしません。稲山先生、五輪ちゃんが言ってるのが本当なら裸踊りでもしていただきましょうかね。やっぱり政治家ってのは口先だけなんだな。タカタタタカタタタカタタ、ミニモニテレホンダリンリンリン、もし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 、ハラハラハラ。俺が見たいのは稲山一郎の裸踊りだ。じゃあ、鈴子が踊ります。は？私？いいですな。さあ踊った踊った。冗談じゃない、帰るぞ。お連れ様がおいでになりました。お父ちゃん、お前は何をやってるんだ、バカモン。誰？会長のお父さん、藤山市建設業協会の最高顧問。わしが一郎君のお父さん、稲山大先生にどれほどお世話になったか、昔から言い聞かせてあっただろう。一郎君は立派な政治家だ。バカモンが。チェッ。
断である。藤山市特産の美味しいみかんです。どうぞお納めください。ありがとうございます。ったくみかんぐらい宅配便で送りゃいいのによ。大体もういらねえだろ。すいません。はい。なんだと。そんなに目三角にしなくてもいいじゃないですか。いいことしてきたんだから。何がいいことだ。え、だって老人ホームに寄付してきたんですよ。おじいちゃんたちだって選挙権持ってるし。みかんの下に実弾が入ってんだよ。実弾？え、拳銃の？拳弾！お前昨日の話全然聞いてなかったな。はい。来い、ほら。来いよ。まあ、もう本当にこんなにたくさんありがとうございます。いえいえ、日本のために身を粉にして働いてくれたお年寄りたちを大切にするのは私たち若い者の義務です。そう稲山一郎に教えられてきました。稲山さん、ご立派な方ですね。ありがとうございます。ところでですね、この男が最初にお渡ししたみかん箱は。みかんはいただきました。早速もみかんじゃなくて箱。捨てましたけど。捨てた？重くなかったんですか？そういえばゴミ捨て場はそこ行って、左曲がったところですけど。よかったよかった。江崎さん、金いじってる時楽しそうですね。楽しいよ。あいつ4億ぐらい出すと思ったんだけどな。世の中不景気ですからね、2億で同じでしょ、うん、グループ全体に配るとして1人500万ですか、はい、うん、いいんですか、うん、いいんだよ、永田町なんだから。法律はそんなもん名目だけ。しかし会長は分かってらっしゃる。健太見てみろ。えこういう時の金はな、金札はダメなんだ。全部使い古したもので、もちろん番号は揃ってない。帯封は外す。包むのはどこにでもある無地の風呂敷だ。あーだよ鈴子、人に裸踊りさせようとして。鈴ちゃんまだ言ってんの？あって悪かったな、肉食わしてるからな。行きましょうよ肉。この前ジンギスカンうまかったっすよ。羊はダメでしょ、豚ですよ。これから羊なんですから。とんかつ勝つぞ。つまんない。よし行こう。ただし割り勘。わ、やめた、おごるぞ。いやー楽しい。いなやま一郎と一緒に日本を変えてください。人間は金を借りたりもらったりする時が一番切ない気持ちになる。だからこういった場合は金を渡す方が低姿勢なのだ。41人のうち確実なのは21人か。野本派の切り崩しは凄まじいです。選挙区から攻めてきますからね。対立候補を出すと言って脅したり、娘の入学祝いとか名目をつけて金渡したり。うちも厳しいです。高柳さんは見てないです。事務所に来てないよな。まだ考えてんですかね。野本先生に寝返ったかな。野党はいつ不信任案を提出するんですか。まだ見えない。佐藤川大臣の首が告げ替えられたらこっちに不利だ。大丈夫だ。佐藤川大臣はごねるのが得意だし、泉総理は任命権者としてのメンツがある。そう簡単に首は切らない。とにかく未決の二重だけじゃなく、反対派も切り崩し、余裕で不信任案を乗り切ろう。行こう。
ついに泉総理が動いた。故障しちゃいましてね。総理はどこに行ったんですか。総理、ああ前の車。違いますよ。だったら誰が乗ってんすか。さあ、1、2、3、4と。何ためっついてんの。もう一息で過半数超えそうだっていうのに。いや、俺青沢の秘書辞めるかもしれない。なんで。青沢爆弾発言してからしばらく姿消したでしょ。結局ホテルにいたんだよな。あの時青沢は俺じゃなくてまず稲山先生に電話した。そりゃ議員同士。五輪ちゃんが同じことされたらどう思う。ねえ、秘書って何。ただの集金マシン、雑用係。ねえ違うよね五輪ちゃん。ねえ違うよね。悪い。あ、五輪ちゃん、泉総理官邸を抜け出して誰かに会いに行って。誰かって。わからん。わかった、サンキュー。わかったって。なんかあったのか。やっと泉総理が動いた。え、今頃鴨山投手と新党結成について話し合ってる。本当。乾杯だよ乾杯。感謝します。いや、とんでもない。こんな夜分遅くです。はい、さあ、どうぞどうぞ。相馬先生、OK です。おが見えてきましたね。あとは不信任案提出の時期を待ち合わなければ。ああ、明日ですね。明日提出しないと切り崩されます。明日は厳しいですよ。なぜですか。有事党が明日提出なら賛成しないって言い出したんです。鴨山先生、なんとか説得してください。もちろんやってます。まさか野本先生の手が野党にまで。そうじゃないと信じたいんだが。瀬戸さんのところの住人は大丈夫だろうね。ええ、大丈夫です。やっぱり野本派は全くダメですか。野本派は結束が固くて相当難しい。他の派はもう一度当たっていくしかないだろうな。西山先生のところもまだ良い返事をもらえていない。今日改めて会いに行くつもりだ。頼むよ。泉田の方はどうなんや。里川さんの一件で揉めてるはずじゃ。
いや泉谷の方は俺が今話を進めてんだ。若手の二人が乗ってきそうなんだが、総理の派閥だけにな、微妙なとこなんだ。とにかくもう一息だ。泉谷だろうが野本派だろうが、もしもし当たれるところは当たってみましょう。気になるの、ワン先生乗らない。ごめん、今取り込んでるんだ。忍さんに心惑わされてない？惑わされてないよ。じゃね、泉総理と野本先生が手を結んだの。嘘でしょ。わざわざ泉総理の方から野本先生のお宅にやってきたの。二人で何話し合ったんですか？いや、同席させてもらえなかったから。高柳さんは野本さんのところで何してたんですか？いや、早瀬さんにね、稲山事務所辞めて野本先生のとこ戻ってこないかって口説かれてた。口説かれたふりをして野本先生の動きを探ってた。本当ですか？信用してもらえないと思ってたわ。じゃあなんで野本先生じゃなくて稲山一郎なんですか？だって憎めないじゃない、あのキューピーみたいな顔。高柳さん、これ嬉しいっすよ。本当？頑張りましょう、稲山一郎のために。頑張ろう。いかがお考えですか？まあ、泉内閣自体がですね、はあ、派閥にとらわれない。藤原先生って野本派じゃないですか？泉総理と野本先生が手を結んだ。つまり不信任案を可決しても泉総理は民事党を割らない、野本派と一緒にやっていく。 99% 不信任案は否決される。何言ってんすか、まだまだこれからですよ、巻き返しですよ。稲山一郎をはじめここに集まったメンバーたちの議員生命は崖っぷちに立たされた。どうする五輪、うん。